どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ皆さん音楽始めよう。今回のテーマソングが元気いっぱいの曲です。彗星のように現れて今もう人気爆発中、ニジウの Make You Happy。 こちらの曲をこのウクレレで簡単バージョンからかっこいいバージョンまでやってみましょう。この曲はですね、もう読んで字のごとく Make You Happy、 あなたにハッピーオーみたいな感じで、もう元気もりもり、二次プロジェクトというこれオーディションで選ばれたガールズグループですよ。元気出していきましょう。これ今日はね、特別企画、3バージョンやります。はい。最初のバージョンは、初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしてる、超シンプル簡単バージョン、入門コード4つバージョンです。ゆっくりやりますんで、これ初心者の方は楽しんでください。で、次の真ん中の2番目のバージョンは、8ビートでこう疾走感満載でやるかっこいいバージョン。まあ、これ中級レベルというふうに捉えてください。コードも変わってきます。そしてその次にやる、第3のバージョンはですね、超かっこいいけど難しい、カッティングが入ったノリノリ、もうかっこいいバージョンです。はい。今日は3段活用でいこうと思います。初心者、中級者、上級者。はい。3アレンジ。最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽聴くの最高ですけど、やる方がもっと最高なんです。音楽始めましょう。というとですね、私音楽聴くの専門で苦手なんです。不器用でできない楽器を諦めたんですという方多いんですけど、安心してください。皆さんが今ご覧くださっているガズレレ YouTube チャンネルではですね、そのような方がどんどんウクレレで音楽ができるというプログラムがありまして、そのプログラムを見てですね、全世界中の方が今ウクレレでもうワイワイ音楽何万人も始めてます。これ YouTube ですからね、いつでもどこでもちょっとした隙間時間にスマホでも見られて無料。まずやってみましょう。はい。そしたらね、もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先の上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触ってるだけで、あれよあれよと弾けるようになります。いってらっしゃい。いってらっしゃい。そこには今までガズが今まで取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がウクレレで簡単に弾けるようにしているレッスン動画、すでに1300曲以上上がっております。うおー。はい。1300曲以上。どんな曲が上がってるかというと、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の集まり、歌謡曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメソング、映画の曲、世の中の曲もちょっとずつ毎日こう追加して簡単アレンジバージョンの他にも、かっこいいバージョンもそれぞれの動画につけてるんで、シンプル簡単バージョンできたら次かっこいいバージョンへとどんどんレベルアップしていきましょう。さあ、それではやっていきましょう。二重の Make You Happy。まずは、コード4つ、超簡単バージョン、初心者さん向けバージョン、やってみます。Nothing 秘密の Nothing Something 特別なものあげるのに、どんなのかいい笑顔にしたいのに、 Nothing 探し出す君のために、もう
Make You Happy ガズレリリュー超シンプル簡単バージョン、コード4つアレンジバージョンでございました。これはですね、いいですね。もう本当に元気になります。そして、皆さん聞いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレリリューオリジナルショートカットアレンジにさせていただいてるんですけれども、ものすごい早口のラップのところはですね、ちょっともう私も断念したんで、あそこはね、ちょっとこう皆さん、ラップ取り組んでみてください。本当全部やってみたいから、その時はね、こんな感じでね、ラップ歌うのでもいいと思うんでね。はい。で、今のガズレレアレンジ、なんとか動画と一緒にできたよという方、メモってくださいね。で、これ、ね、2番とかをカットしてるんで、ショートカットさせていただいてるんで、全部やってみたいという方は、コード進行1番と一緒ですんで、2番のコードを書いて、2番の歌詞を書いて、という感じで、ご自身でフルコーラスの楽譜を書き出すのがいいと思う。その時にですね、参考になるように、いつもこのように、このガズが手書きで書いてるノートを写してるんですけど、ただいまこのガズクラブというサービスがスタートしております。このガズクラブというのはですね、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、この今写してるこのガズのノート、この楽譜をですね、データとして皆さんに毎月5曲、お手元にダウンロードしていただけるという、この画期的なサービスでございまして、この今日の楽譜も今日か明日か明後日、近日中にはもうお手元に届くというようなシステムになっています。でもね、ものすごい膨大な曲がいっぱいあるんで、その中から選べます。毎月5曲ね。もちろん追加もできるようになっています。で、このガズクラブに入っていただくとダウンロードだけじゃなくて、ガズクラブ限定イベントがあるんですよ。オンラインイベント。次は8月8日の14時から、エイトさんの、香水をテーマにしたリズムレッスンと、あともう宿題になっている課題曲があったり、それもね、もう何百人でわーっと大合唱をオンラインでやるんで、まあぜひ皆さん、ガズレイ、ガズクラブ、メンバー募集中です。ここで SNS も回ってて、いろんな質問に答えたり、テーマ出したり、宿題出したり、そこでね、もうガチャガチャものすごいね、活発なクラブ活動が行われております。待ってますよ、ガズクラブで。はい。はい、そういうわけでちょっとこれ今日さーっと見せていこうと思うんですけど、はい、こんな感じでいつも書いてるんですけど、まあこのイントロはですね、一番最後の、超絶かっこいいバージョン、サードバージョンだけで出てくるようにしまして、これちょっと後で解説しますけど、ちょっと難しいですね。でね、この辺のこれはですね、今のシンプル簡単バージョンは上のこのコードですけど、セカンドバージョン、これからセカンドバージョンとサードバージョン、このコードに変わっていきますという感じですね。はい。で、ガズの手書きのノートって、こんな感じ、ひらがなが多かったら、この点が書いてあってポイントになってるんで、まあこういうのもすごく参考になるんですよね。なんで、これをぜひこうやって、こんなムードがいいかなと思うんですよ。これね、B メロのところはね、コード進行一緒で、この 1行目は1番、2行目は2に繰り返しということにアレンジしてます。はい。マジかな。はい。で、ここがサビですね。Make you happy, I'm on. これね、一回聞くとなかなかね、もう元気いっぱいですからね、もうルンルン気分になりますからね。はい。ちょっとより詳しく見たい方は、これガズクラブで落としてみてください。じゃあ出てくるコードの解説。今やったシンプル簡単バージョン、この4つです。超絶入門コード。C と C7 と F と。A マイナーでございます。はい。この4つはですね、もうほんとウクレレ触って、もう最初に覚えるコードでもね、G7 が入ってないの不思議だなと思ったんですけど、これでできちゃうんですよ。はい。一応ですね、この赤いところで囲ってるやつが後半やるかっこいいバージョンです。これはね、ちょっと入門コードではないんですけど、この4つのコードはですね、今日一応シェアさせてください。これ、ガズレリ必須コードのグループです。ガズレリ必須コードを覚えてください。これはですね、ウクレレで音楽を始めようかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたいコードのグループをガズレリ必須コードということで私が勝手に命名してるんですけれども、この10個なんです。10個あるんですよ。10個も覚えなきゃいけないのかと思うかもしれないんですけど、この10個覚えておいたらもう本当世の中の曲をほぼいろいろできるという夢のようなコードなんで、一番最初になんとか覚えてもらいたいです。でもね、10個もあるけど、1個ずつ見たら超簡単ですよ。これも1個、これも1個、これも1個みたいな感じ。これが10個なんです。でもね、10個いっぺんに覚えようと思ったら頭混乱するので、私がめちゃくちゃ頭にスイスイ入る分かりやすい動画を撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ガズレレ必須コードはここのリンク、この動画から。見てもらって、もうバンバン覚えちゃいましょう。はい。今日はその中で4つですからね。まあ今日4つだからね。入門コードいけると思います。はい。そういうわけで今のシンプル簡単バージョン4つで弾いて、まあ歌を歌ったということなんですけど、これ歌ってみたらわかりますけど、言葉のリズム、あと音程、これね、難しいですよ結構。だけど、リズムは4つでいけるんで、まずこういうのでですね、基礎をしっかりやる。これが大事になると思います。ちょっとリズム弾ける方も、まずはこの歌をね、マスターするために4つ弾きでやってみるのをおすすめしますね。はい。そういうわけで、じゃあ、こっから、かっこいいバージョン、セカンドバージョンに入っていこうと思います。はい。かっこいいバージョンはちょっとコード追加ね。コード追加。今日はね、ちょっと長くなりそうだから、スイスイコード。はい。コード2つ追加されます。これね、F7 というコードです。ちょっとこれ、やってみましょう。F7 はね、まず、F というコード。これ入門コード。押さえ星、こことここに、ここを足します。つまり、ここを押さえて、こうだね。こう。こんな感じ。そうすると響きは、ちょっとなんか不思議な響き。で、
ウクレレのコード表を見ると、本当は小指のここも押さ、一弦のここも押さえてくれって書いてあるんですけど、4つ押さえるの大変でしょ。だけどね、ガズ的にはですね、この一弦押さえなくてもね、F7 の響き、十分出てる。ガズレレ的には F に1個足す。これで F7 ということにしてますんで、やってみましょう。使っていきましょう。これいっぱい出てきます。次ですね、ちょっと難しいコードなんですけど、Gm7。これもちょこちょこ出てきますね。これはですね、押さえる場所。はい。ここの3箇所。こことここをこう1フレット1弦と2弦なんで、こんな風に押さえるのがいいと思う。このぐらいギュッと反り返るぐらい押さえて、ここちょいと足す。これですね。これね、反らないっていう方が中にいるんですけど、そういう方はこんな風に押さえたりとか、こんな風に押さえたりとか、ちょっと工夫してみて。まあ、ここキュッとなるのがいいと思うんですけど、ここキュッとやるときはここに隙間がないと、クラシックフォームじゃないと、ちょっと厳しいかなって感じがありますんで、まあ、こんな響きになります。この2つのコードを足してかっこいいバージョンやっていきましょう。あともう一個コード書き忘れてました。F マイナーも入ってきます。かっこいいバージョンと、セカンドバージョン、サードバージョン、F マイナーも入ってきます。これもね、よく出てくるけど、初心者の方がちょっと突っかかっちゃう代表のコードです。一応言っときましょう。押さえる場所、ここの3箇所。こんな感じですね。はい。で、ここの場所、ガズは、ここをね、親指で押さえちゃう。これ、ロックスタイル。クラシックスタイルというふうに私は勝手に命名しておりますけど、これどっちでも楽な方でいいと思いますよ。はい。人差し指で押さえる方は手首を前に、親指で押さえる方はこうギュッと握り込むからグッとね、上に持ってくる。こんな感じで F マイナー使っていきます。そして、このセカンドバージョンの大きな特徴はですね、リズムなんです。リズム。このセカンドバージョンでは、ドン !8 ビートのチャというリズムでやってみようと思います。そうするとこんな感じですね。これかっこいいでしょ。このチャッ、これがまた打楽器的要素が入ってかっこいいんですよ。はい。でね、ちょっと今この弾き方を紹介するのと、じゃあ一緒になんですけど、この後の後やる3番目にある弾き方はね、カッティングなんですよ。カッティングで弾くっていうのがそれ難しいんですけど、まあ一応今日これから出てくるリズムの紹介としてご紹介します。セカンドバージョンは8ビートのチャ、サードバージョンはカッティングのリズムです。はい。この2つの弾き方、このリンク行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティングという動画がそれぞれ上がってますんで、動画でリズムレッスン、濃厚に行ってみましょう。まずセカンドバージョンの8ビートのチャは、その前段階にある8ビートという基本リズムができていた上なので、こういうストロークって言うんですけど、これやったことない方はまず8ビートからやってみてください。で、この曲はですね、皆さんもちろん聴いていただいてわかると思うけど、やっぱ元気いっぱいでしょ？笑顔届けたいわけだから。やっぱね、体を揺すって8ビートのチャを弾きながら歌っていきましょう。体を揺すってちょっとやるためにはちょっと余裕がないといけないんで、やっぱ歌をね、ある程度覚えないといけないと思います。ある程度というか、まあ本当覚えちゃったらいいと思うんですけど、だからまずはですね、歌を4つ弾きで、さっきの超シンプル簡単バージョンで歌をしっかりものにして8ビートのチャを弾いていくっていう風な感じの方がいいかなと思います。はい。で、8ビートのチャは本当シンプルで、途中で止まるとか、そういうの出てくるんですけど、もう、その、なんつうの、元気もりもりでもうグイグイ行くぞという感じで8ビートバージョンは、やるとかっこいいかなと思いますので、はい。8ビートバージョン、セカンドバージョン、やってみようと思います。ね、体揺らしてくださいよ。はい。Make you happy セカンドバージョン、やってみる !1、2、1、2、幸せ話して
せーの、Make You Happy 8ビートのチャーのバージョンですね。中級者バージョン。これだけでも結構気持ちがいいですよね。こうドライブ感が。ダンチャダンスタチャツダンチャムンバランで欲しい。こうこれも超乗れるんですけど、さらに今回はもう1ランクアップしましょう。次はね難しいですよ。さっきも紹介したけど、ドンカッティングが出てきます。これはですね、原曲を聞くとちょっとね、違うかもしれないですけど、ウクレレアレンジで、ノリを、なるべくこう、いい感じで出せるアレンジを今回してみます。どんな風なリズムで弾くかっていうのをちょっと今やってますけど、演奏だけでやってますね。いきますよ。ワン、ツー、スリー、フォー。これまさにカッティングの典型の、練習にも出てくるやつでいこうと思っています。そうすると図に書くとこうなりますね。タツツタツツツツ、このバツがツですね。タツツタツツツツで、だから最初 C とか C と F, F でやると C スイッチ、 C バツバツ、 C バツ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 、 C バツバツ、 C バツバツ、 次 F バツバツ、 F バツ、ここのところが変わってくるということで、 C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 こんな風に展開していきます。ずっとこのリズムでやろうと思います。これはですね難しいですよ。これでしかも歌うんですからね。歌ってしかもこう体を揺らして、もうどんだけって思うかもしれないですけど、まずはこのリズムを刻むこと。ちょっとゆっくりやってみようか、一緒に合わせてください。カッティングですからね。タッカッタ、触って止める。あ、これさっきのね8ビートの時にこうリズムのシェアをしているんで、そこでちょっとカッティングの弾き方はそこでまた戻ってもらいたいんですけど、いきますよ。C、カッカッカ、触ってるだけよ。このカチャカチャ言うときはどこでもいいわけ。浮かんでるでしょ。だから、違うか、タッカカツクチャカ、タッカツタツクチャカ。これアクセント、チャも入って入るというね。はい。口で言うのがいい。ダッツツ、ダッツツ、チャカ。このリズムを徹底的に歌わなくていいですよ、最初。で、歌、これ歌乗せたらまた別に、まあそういう意味で今日は、まあすごく上級編なんですけど、こういうのできるって、例えばちょっとサビをやってみると、Make you happy, I know, 笑ってほしい。かっこいいでしょ？この腰にこうぐんぐん来る感じ。この曲聴いた時にもうほんとこのビートがね、やっぱ頭にすごくカッと来たんで、やっぱこれやっときたいなと思って、こう、今回サードバージョンまでいうことで、このカッティングバージョンを持ってきました。そしてあと、悶絶レベルのものがもう一個追加します。イントロですね。ちょっとイントロが入るんですけど、そこで不思議なメロディーが入るんで、それを再現しようと思います。はい。まずですね、A、C を押さえてください。はい。そして、4弦に注目。ゼロ、まあ今4弦こうやって C を押さえてるとゼロですよね。でここ 2フレット押さえると Am になるなになるんだけど、これをゼロと2を行ったり来たりします。そうするとこうなります。こんな感じ。口で言うとででってででででで、こんなイメージ。こんなメロディーが入ってるんですよ。ちょっと再現してみました。だから C を押さえたまま Am ってことになるんですけど、こういう風にしておきましょう。4弦の020みたいな感じ。0200C。こんな風ですね。だからほぼ動いてないよ。ちょっとよく見ててくださいね、ここ。ダーダーチキタチチチチ。ダー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 チ。ここずっと押さえたまま。はい。なんとなく、もう一回。ずっとこれ C を押さえたもん、はい、ちょっとこれこだわっちゃった感じですけれども、興味ある方はやってみてください。もう一回やろうかな。ワン、ツー、スリー、フォー。なあてよ秘密ならと入っていきます。このちょっと渋めのイントロ、ぜひ挑戦してみてください。そしてまだあるんです。まだカッティングのフレーズがあるんです。 B メロです。ちょっとやってみますね。ワン、ツー、スリー。もうねね、何見て何聞いて幸せ
これがね、やってみたらわかるんですけどね、難しいんですよ。ちょっとやってみると、カッティングでしょ？左手で止めてる。はい、これカッティングで、まずこれ練習としてはもうどのコードでもいいんで、止める練習なんですよね。これもカッティングです。この B メロのこのパッ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 っていう独特のリズム、これも再現していこうと思います。そういうわけでですね、このサードバージョンはもう相当カッティングがもうそこかしこに出まくっていく、もう最初から最後までもうカッティング祭りみたいな感じでございます。さらにそこにグルーブというかノリを出しつつも歌も歌、もう脳みそがもうえらいことになっちゃいますけど、やります。イントロまであるからね、あのフレーズがね、結構ね、印象的なんですよ。はい。あそこはね、まぁ、ちょっと、まぁ、こだわりな、ちょっとトータルでできた一番最後でいいと思うね、イントロはね。はい。そういうわけで、このカッティングを使ってね、この元気もりもり感がね、出せると、本当に最高だと思います。はい。それではやってみようと思います。Make you happy ガズレレ流超かっこいいバージョン、カッティングバージョン、やってみる気持ちがいいというかですね。そしてまあこの Make You Happy、 なんかこの曲にやっぱり合うなって感じ、これやっぱり二重さんのあのね音を聞いても、このこういう感じのニュアンスがすごく出てるんで、この浮き浮き気分もね、ぜひ再現できるように、まずはこのメインのリズム、これからですね、この超基本を繰り返して、それがだんだんこうレベルアップしていくっていう考え方がいいと思います。どんどんチャレンジして楽しく音楽していきましょう。さあ皆さん、この楽しさ周りの方にぜひシェアをお願いします。ウクレレめちゃ楽しいよって感じでね、その時にね、このガズレレ YouTube あのご活用くださいね。ガズレレ分かりやすいよ、見やすいよとか言ってね、お願いいたします。チャンネルにいいねとかチャンネル登録なんかもよろしくお願いいたします。そして先ほどもちょっとご紹介したんですけど、今ガズクラブというのをスタートしてます。で、まあクラブ活動費毎月660円をいただいて、最新楽譜を含めた今までガズが取りためてるすごい膨大な曲から毎月5曲ダウンロードできるというサービスなんですけど、その中でクラブに入っていただいた人限定のガズレレオンラインイベントをやってます。次は8月8日です。はい、14時からやるんですけど、8月8日のテーマはですね、エイトさんの、香水
香水特集をやろうと思います。もうテーマソング、課題曲も決まってますからね。はい、これガズクラブに入っていただいたら無料で、体感できますので、もうぜひお願いいたします。あとガズクラブの中で SNS が回ってて、そこに質問だったり、もういろんなテーマとかもうワーワーやってるんで、ぜひクラブ活動、ガズクラブ入ってください。よろしくお願いします。続いてお知らせとしては、このガズのわがままウクレレ、ちょっと前に募集した分は ありがとうございます、完売に なってしまいました、ちょっと検討しているうちになくなっちゃったって方いらっしゃると思うんですけど、毎月1回程度なるべくこの出せると思うんですけど、今ベトナムとまたやり取りして、どんどんそうやって、皆さんにもこう手に取っていただけるように邁進しておりますので、よろしくお願いします。今ご購入していただいてお待ちになってくださっている皆様、お待たせしておりますが、進めておりますので、ご安心くださいませ。よろしくお願いします。あとはもうどんどんお知らせをしますけど、このこれガズレシピ、これガズレレのアプリです。楽譜が見れるアプリ、スクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能がついてて、今100曲ぐらいのね、多分曲、あ、じゃね、80曲ぐらい、どんどんこれも増えていきますんでね、これ無料版もありますんで、皆さんのスマホやタブレットにぜひとも入れておいてください。あとはですね、いろいろあるんですけど、あ、これがあるな、これ。このガズの出している本、この書籍、これがもう大ヒット中でございます。皆さんもうお手に取ってくれたでしょうか。シンプル簡単バージョンですけど、100曲100曲と、あとこう初心者様にはこれがおすすめ、緑の本、これがですね、もうこの3冊で、トータル9万部に迫る勢いのこの、発行部数になってまして、もう本当に皆さんご活用くださって、どうもありがとうございます。どんどんこれを、こういうのをね、使って楽しく音楽していきましょう。あとはこのいつも使ってるウクレレについてるストラップ、これマイハニーがこうハンドメイドで作っていたりとか、キャップ、T シャツ、あとはこれがあのリュックサック、これもですね、もうこのリュックサックがですね、まあまあ私がデザインしてるんですけど、これウクレレが入るリュックサックなんですよ。ここにガズレレのプリントが、ブラックにブラックプリントであるんですけど、ここにハンドルがついて横持ちでも持ってます。そしてこれ中開けると、このちっちゃいポーチ、脱着型のポーチでチューナーを入れたり、カップを入れたりとか、あとティッシュ入れたりとか、あとこっちを譜面台が入るカバーがついてます。これ脱着可能なんで、必要なければ外して何かに使っていただいてもいいし、これをウクレレはね、コンサートまで入るんですよ。でももちろん楽器用なんで、これ生地もすごく分厚くてかん、しっかりしてますんでね、ぜひこれもご活用ください。そんなことはね、ガズレレドットコムだな、やっぱここ見てもらうともういろんなこと書いてありますね。はい、そしてね、ガズレレではもう本当にいろんな最新情報がもうボコボコ立ち上がってますんで、まあ、このガズレレホームページでなんか逐一チェックしてくださると、とってもありがたいんで、よろしくお願いします。はい、そういうわけでこのちっちゃいウクレレで楽しい音楽人生、音楽のある日常っていうのが、これがまあ最高の豊かな時間でございます。本当に楽しんでいきましょう。いつもガズレレ YouTube チャンネルご覧になってくださってありがとうございます。はい、また会いましょう。さようなら、バイバイ。